思いとは時に残酷だ。誰も己の尺度でしか世界を見ようとは、理解しようとはしないのだからな。一方的であり、思い通りにならず、苦しいまでに身を焦がす。思いが強ければ強いほど、自分にではなく、相手の重荷となる。そしてまた、思いは裏返せば憎しみとなる。汝らが行おうとしているのは、まさにそれだ。この世界に生きる多くの者は、真実など望んではいないだろう。真実を得るのに痛みを伴うというのであれば、なおさらだろう。むしろなぜ世界をあるがままにしておいてはくれなかったのだと、必ず責めを受けることになろう。それでも世界を望むか。俺たちは知ってしまったから、この世界が偽りであること。偽りの世界はいつか必ず崩壊します。その時になってから気づくのでは遅いのです。私は知っている。みんなも知っている。苦しいことの方が多いかもしれないけれど、その先にしか望むものはなくて、手に入れることはできないこと。ならば背負うがよい、人の子よ。我が半身、いや、リシャナよ。絶望の先にこそ希望を見出せ。偽りの中にこそ真実はある。良き心は世界を輝かせる。悪しき心は世界を曇らせる。すべては汝らのその心一つ。しかし、善悪は分け隔てるのではなく、一対のものであると知れ。闇は光なくして存在し得ないことを忘れるな。光が輝くには闇が必要なように、闇もまた斧がために光を欲するということ。再生を終えた世界を再び滅ぼすか、それとも繁栄を享受するか、それは汝ら次第。さあ行くがよい。その足で踏みしめよ、本当の大地を。その手で触れ、感じてみよ、大地の息吹を。あるがままの姿に、今、世界は神の手から離れ、人の手に委ねられる。汝らの滅びし時にまた会おう、神の、私の子供たちよ。また会いましょう、カオス。終わったのか。いえ、これから始まるのです。この世界は真の姿を得るために滅びます。神の呪縛から解かれたこの大地は本来あるべき場所へ向かいます。そしてこの世界は崩壊するでしょう。無論全てが失われるわけではありません。ですが、多くのものが失われます。止める手立てはないんだな。真の世界を取り戻すには、この偽りの世界を捨て去らねばなりません。俺たちは俺たちにできることをしよう。そうね。
主よ、ここでお別れだ。お別れって何を言ってるの？我は心持たぬ者、その我が心を得ることができた。これ以上望むものはない。この心を失わぬために我も我にできることをなそう。ラルバに語りかけ、海域から世界を支えようというんだ。この世界にいては我らラルバは本来の力を働かせることはできぬ。そんな、私まだあなたに言いたいことがたくさんあるのに。これは永遠の別れではない、一時の別れに過ぎぬ。我が主エリスよ、悲しむことはない。我は汝と、そして友の心の中で生き続ける。我を求むるのならば、その心に語りかけてほしい。いつでも望むがままに現れよう。危ない。俺はまだ行けぬ。この世界でやらねばならぬことがあるからな。汝のなさねばならぬことはこの世界にこそある。行かなくては彼らが待っている。行ってらっしゃい。レオや他の者たちと共に待っておるぞ。いつかまた会おう。知る世界が終わりを告げ、そして新しい世界が生まれた。それはまるで私たちの旅そのもののようでもあった。だからこそ失うものも多かったけれど、それ以上にたくさんのものを手に入れられると信じられる。生きていると苦しいことや辛いことの方が多いけれど、喜びや嬉しいこと、楽しいこと、かけがえのない人たちと旅の中で分かち合えたものは、私にとって一番の宝物だから。何気ない日常、当たり前の日々、いつもと変わらない世界。時の流れは緩やかで、人の一生はそのわずかな変化を感じる前に終わってしまう。変わらないけれど、ほんの少しずつだけ変わっていくもの。あなたたちが守ってくれたこの世界、あなたたちの目にこの世界はどう映っているのかな。私の目には、どれだけの犠牲が出たものか。もしかしたら魔物どもから受けるはずであった犠牲よりも多いかもしれぬな。過ぎたことを論じても千なきこと。それに犠牲が多くなったということだけは絶対にありえません。
そうそう、デュランにヒルダにシルビーにリュリュ。トーマさん、ラビニアさん、ファイーナさんにノーさん。ラディウス殿、バレリア殿、弥生殿にシェルファニール殿。フューリア、ルアナ、エレイン、そしてレオン。それにボーグナインさんをはじめとする多くのラルバのお力により世界は救われました。私たちのしたことに感謝しろなんて言えないけどさ、これくらいの痛みなら我慢せねばならん。本当の痛みを知っていればそんなこと言えない。痛みを知らずに済む世界など絶対にありません。けれど俺たちが守らなければならないのは痛みを知らない人たちなんだ。それが私たちのしなければならないこと。カオスにはいつでもできたのだろう。古き偽りの世界を破壊することなどいつでもな。それを俺たち人の手に委ねたことの意味を忘れてはならない。そうだな。未来が見えるようになったわ。どんな未来が見えるの？以前のように明瞭な形では見える。影のような漠然としたものじゃな。明るいばかりではないの。暗闇もある。じゃがそれは希望の光を輝かせるためのもの。いつかは晴れよう、この空のようにな。眩しいで、うん、みんなも見てるのかな。どうだろう、まだ起きてないかもしれないな。みんなに呼びかけてみたらどうだ？そうね。これがみんなの残してくれた世界よ。そして私たちが残していかなければならない世界。見て、世界はこんなにも輝いてる。